猫ピーチ知っているかにゃ。猫は1日のうちだいたい14時間くらいを寝て過ごすらしいにゃ。暖かくなりだしたから私もお昼寝が止まらないにゃ。今回最初に紹介するゲームは Wii U のポッケントーナメント。ポッケンはみんなが知っているポケモンたちが登場して1対1の熱い戦いを繰り広げる対戦アクションゲームだにゃ。ガブリアスにテールラもいる。そしてやっぱりピカチュウね。ピカチュウといえば10万ボルト。そして近づいてからアイアンテイル。さらにほっぺスリスリ。可愛い名前に似合わず強力な技じゃない。なんだかド派手な技ばかりでワクワクしてきちゃうにゃ。他にもカイリティの地獄車、ゲンガーのシャドーボールやシャドーパンチなどいろんなポケモンでいろんな技を繰り出すことができるんだにゃ。ってあれ、なんかポッコが出てきた。1対1じゃなかったの？反則よ。違うにゃ、これはサポートポケモン。サポートゲージがたまると呼び出すことができてバトルのサポートをしてくれるんだにゃ。選んだポケモンによって効果や特徴はいろいろ違うんだにゃ。自分はもちろん対戦相手のポケモンとの相性も大事になってきそうね。あ、今度は何？これは共鳴バースト。共鳴ゲージがたまると発動できて一定時間攻撃力防御力がアップし体力も回復するんだにゃ。ここぞという勝負どころで発動したいわね。さらにバーストアタック。わー、ちょっと迫力、ものすごい強そうな技ね。このバーストアタックは共鳴バースト中に一度だけ使用できる大技。強力だから相手にガードされないようしっかりと当てるにゃ。いっけー、マスクのピカチュウ、かっこいいにゃー。ピカチュウ、おーゴー。対戦モードも充実だにゃ。テレビ画面とゲームパッドの画面を使って友達と対戦したりオンラインで対戦したりもできるんだにゃ。さらにこのフェルムバトルの頂点を目指す一人用モードフェルムリーグも収録。リーグを勝ち進んでいって最強の座を目指すんだにゃ。ちょちょ、なんなのこの黒いミュウツー。謎のポケモンダークミュウツーにも注目だにゃ。ちょっとこのミュウツー強くない？ダークミュウツーにも勝てるように特訓しなくちゃ。それじゃ次のコーナー行ってみにゃおー。猫川柳。ゲームにまつわる川柳を読んでゲームを紹介しちゃうこのコーナー。今回は 3DS のソフトがお得に買えるハッピープライスセレクションのソフトで一句読ませていただきにゃっす。オバキューム、吸って照らして捕まえて。ルイージマンション2はルイージが主人公。背中に背負ったオバキュームを使って屋敷でいたずらし放題のお化けを退治していくゲームだにゃ。怖がりのルイージで本当に大丈夫にゃの？お化けを見つけたらストロボを光らせてお化けが驚いている隙に一気に吸い込むんだにゃ。お化けの種類もいろいろ、あの手この手でいたずらを仕掛けてくるんだにゃ。必要なのはオバキュームの力とちょっぴりの勇気。ルイージ、お化けに立ち向かうにゃ。勇気を出して立ち向かうルイージ、かっこいい。だけど、なんか少しかっこつかないわね。おしゃべりな、ぬいぐるみはみな、いい子だにゃ。クマ友はおしゃべりするぬいぐるみのクマと一緒に生活して親友になれちゃうゲーム。しゃべるぬいぐるみってなんだか親近感が湧いてきちゃう。って、いやいやいや、なんでもないわ。
力。でも猫マリオよりクマちゃんと仲良くなりたいにゃ。じゃあクマリオ、おふん、猫マリオとクマは質問の答えを覚えていくから、質問に答えるほどいろんな話ができるようになるんだにゃ。質問に答えていくとラブレベルがアップ、何でも話せる友達になってくれるんだにゃ。なにこれ、私のために料理を作ってくれたの、嬉しいにゃ。他にもクマの洋服を集めて自由に着せ替えを楽しむこともできるんだにゃ。特別な洋服を着せればクマと一緒に旅行に行くこともできちゃうにゃ。私のスタイリストの血がうずいてきちゃうにゃ。私は猫だけどクマの友達も悪くないわね。ドドンアドン、ドンカカドカカ、ドンカッカ。真面目に読みなさいよ。 3DS で太鼓の達人が楽しめる太鼓の達人チビドラゴンと不思議なオーブ。 3DS の下画面を太鼓に見立ててタッチで演奏。ちなみにボタンで操作することもできるにゃ。ペンタッチがうまく決まると気持ちいいにゃ。勇者になったドンちゃんがチビドラゴンのラルコと一緒に大冒険。演奏バトルで敵と戦ってストーリーを進めていく冒険モードも熱いんだにゃ。嘘でしょ、敵が邪魔してくる。ちょっと見えないじゃにゃい。よし、こっちもどんどん攻撃にゃ。今回の川柳は以上だにゃ。発見、任天堂 e ショップ探検隊。任天堂 e ショップで買えるダウンロードソフトをテーマに沿って紹介しちゃうこのコーナー。今回のテーマは眺めて遊ぶゲーム。辛いことがあっても空を眺めると不思議と元気になれる気がするにゃ。最初のゲームは見つけてオジポックル。眺めるって言っても何もないじゃにゃい。って、あれ、なんかある、何かしら。ゲゲ、嘘でしょ、おじさん。このゲームは部屋に迷い込んだ手のひらサイズのおじさん妖精オジポックルを探して見つけて集めていくゲームだにゃ。よーく眺めてみるとにゃんだかなんとも言えない愛くるしさがあるわね。意外と癒し系にゃ。オジポックルを見つけてタッチするとハートが手に入るんだにゃ。このハートを使ってオジポックルを見つけやすくするお助けアイテムを買うことができるんだにゃ。なかなか便利そうね。あれ、これポテチ。オジポックルの大好物であるこのおつまみを集めてもハートが溜まっていくにゃ。ハートが溜まるとレベルが上がって現れるオジポックルが増えていくんだにゃ。登場するオジポックルは全部で50種類以上もいるんだにゃ。そんなにおじさん集めてどうするのって思ったけど、このおじさんたちは見てるとやっぱり癒されちゃうにゃ。次に紹介するのはアークスタイルハッピーオーシャン。熱帯魚を眺めたりコミュニケーションを取ったりして遊ぶシミュレーションゲーム。ずいぶん慣れ慣れしい魚じゃにゃい。食べちゃうわよ。魚たちはそれぞれ個性的な性格をしていて、いろんな話を楽しめるんだにゃ。プレゼントをあげると魚たちと仲良くなれて、よりたくさんの話を聞くことができるんだにゃ。ふんふん、へー、あんたんとこも大変ね。自由に海の中を泳いで魚を鑑賞するモードがあったり、ミニゲームがあったり、海の世界を楽しめるにゃ。魚を眺めてもよし、一緒に遊んでもよし、話してもよし、バッチリ三拍子揃ってるってことね。最後のゲームは WiiU リトルインフェルノ。暖炉の中でいろんなものを燃やして燃える火を眺めるゲームだにゃ。にゃんだか吸い込まれそうだにゃ。うっとり。操作は簡単。ゲームパッドで暖炉に物を入れてタッチで燃やして、あとは眺めるだけ。物を燃やすとお金が手に入る。
と燃やしていくにゃ。暖炉の前に行っても通販で何でも買えちゃうのね。便利な時代になったものだにゃ。特定の者たちを一緒に燃やすとコンボが発生。どんなコンボが起こるか探してみるのも面白いにゃ。嘘でしょ、お金がいっぱい出てきた。これはスノードーム？ゲゲ凍っちゃった。もしかしてこの音は、いやー爆発した。なんて賑やかな暖炉なの。今回の紹介は以上だにゃ。今日の放送はここまで。今回はアミーボシルエットクイズでお別れ。あるアミーボのいろんな